こんにちは、マンダーのユーポンです。はい、タイトルにも書いたんですけども、体調が現在悪いです。で、なんかね、もしかしたら明日今よりも体調悪くなって動画上げれないかもしれないし、明日死んでしまう可能性もありますのでそれ動画残しとこうかなと思って、はい、動画撮ってるんですけども、はい、現在体調があまりよろしくないです。多分ね、風邪っぽいんだよね。風邪なのかなと思い始めてきた。で、一昨日ぐらいはなんか声が出ないなっていうのと、めっちゃガラガラするなって感じだったんですけど、ほら、桜スクールシミュレーターのさ、動画で言ってたじゃん、なんか声がすごい変なんだけどつって。それで昨日ね、咳が出始めちゃって、薬飲んだんですよ、咳ので。これを飲んで今日はまあまあマシになったんですけど、次は喉が痛くて、またこちらのね、薬が登場されたという感じですね。これも扁桃炎で声飲んだけど、でさ、鏡見たの、すっごい赤く腫れてて、あ、これはやばいと思って、はい、でもちゃんとスプレーとかやってるんですけど、で、あの動画編集がね、だるくてできないっていう感じです。でね、まあ今日はこんな動画になっちゃったんですけど、本当に皆さん風邪には注意してください。で、今なんかね、インフルエンザ流行ってるから、マジで気をつけてください。でもなんかインフルっぽくはないからね、大丈夫だとは思うんだけど、流行ってるっぽいので皆さん気をつけてください。まあユーポンもね、早く体調を治してまた元気なユーポンを届けられたらなと思います。実はね、今ね、飴食べてます。そして喉が痛くて、喉飴舐めてるんですよ、今。昔からの知恵袋を喉飴にしました。のリンゴのすりおろし食べてます。今日ね、痛い。痛いわ。本当に痛いわ。いや、喉が悪くてね。はい、ということで、もう皆さんもね、体調管理には本当に気をつけてください。いやさ、ちゃんと手洗い以外はしたんだけどな。やっぱダメなんだね。なんて言うんだろう、やっぱマスクとか大事だなと思った。手洗いうがいだけじゃなくて、まあでも今回やっぱ効き目なかったんですけど、手洗いうがいは必ずやってください。はい、ではね、ご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ユーポンの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINE LIVE、TikTok の方もフォローよろぽんです。LINE LIVE、TikTok の方もフォローよろぽんです。では、おつぽん。本当にすみませんでした。ちょっと頑張って早く直します。新潟さん、加湿器使ってます。いいですね。バイバイ。